Come on, boy. Come on, girl. Gotta have it. Come on, everybody. I need it. クリップスのクリップチャンネル。イエーイ。はい、こんにちは。クリップスです。はい、カノンです。はい、あゆまです。はい、カリンです。はい、リンです。いやはい、あゆゆです。かわいい。かわいい。はい、今日は父の日です。あ、撮影してる日がです。父の日企画。イエーイ。超ぐだぐだぐだ。とりあえず、うふって言っとけば誰でも可愛くなる。うふお父さん、うあかりちゃんしか笑ってないからね。優しい。マッサージの練習をします。綺麗よ。これが終わったらお父さんにします。お父さんしない。ほらマッサージはね、してもらうのが一番わかる。したくない。レッスンの間でもできるので使ってください。まずは上半身のマッサージからです。からの下半身のマッサージです。イエーイ。イエーイ。こんな感じでください。いいじゃん、寝転がる。よーし。ここの骨の横を押します。ねえ、おっぱい潰れる。一本大きい自慢です。絶対さ成長する。ごめん。大きい自慢です。ね、そしたら腕を肩甲骨。そうです。いや、なんかこれパンツじゃなくて、あのちゃんと履いてるんだけど、パンツに見えるの。普通にやらないけ。ここむきって出すのかな。むきって出して。肩甲骨ってどれ。これこれか。これがあるからわかんないね。はい、そう、それいいよ。すごい外れる。エッチみたいになっちゃうけど。はい、おー、見えますよく。グニって出して、持ち上げて、ここの隙間に指をツンツン入れます。もっとこうやってグリ。いやー本当は痛い。いや、全然痛くない。そうなの。じゃあもっと入ってないもん。じゃあもっとグリグリ入れよう。ここの抜いてください。抜いてるです。入った。入りました。あ、入った入った。うわー、気持ちいい。入れた。わー、秘密基地。で、それを逆もやります。終わりです。やれよ。待って、腕曲がる。こっちか。はい、カリンの腕がさ、はんぺんに見えたんだけど。悪口かよ。ちげえよ。これをこうして。こっちで大変。あ、でもこっちの方が入れやすいかも。わー、すごい。こうやります。おもろい。はい、終わりです。イエーイ。選手交代します。怖いですね。なんかカリン容赦なくしそうだから怖いんだけど。アメリカ魂で来るよ。先生、背骨わかんない。背骨だよ。ここ、ね、あー待って、怖い。本当に死にそう。潰さない程度やってる。意外とうまそう。あ、気持ちいい。え、カリンの肩のマッサージもいいらしい。マジ、うん、なんかね、力がいいね。あの、強い方がいい。なんか寿司握ってるみたいなんだけど。いやなんか背骨こんななの。待って、ね、床突き抜ける。はいはい。どうやんの、はい、こっち。うん、みたいね。気持ちよさそう。力抜いて。はい、抜いてるな。怖い。あー、痛い。あ、気持ちいい、そこは。なんかじわるね、これ、うん、シュールすぎてさ。あざす。あ、たぶんこっちの骨と、うん、やる側が反対の方が指が入りやすいっす。あ、それ思った、さっき。めっちゃ入りやすい。待って、力を抜け。はい、
調子良さそうだな。やばい、聞いてる。はい、最後で以上です。上半身のマッスージは以上です。やってみてね。次は下半身のマッサージです。なんか足細いね。ポキピン。あっ、てかさりげ頭がさジグザグのイネズマになってる。え、これも揉んでいいんですか。もういい。怖いんだけど、マジこれ。そう。変わんねえ。骨から降りていきます。かわいそうな人。いじめ。アユの手で収まる。ちっちゃい。そういう感想いらないもんね。ちょうど真ん中を押します。足を4の字にします。逆ここをこうやって、こっちか、こっちか、こっちかね。全然違うじゃん。なんで膝から下の方にかけて押します。耐えるんだ。乾燥が耐えるんだ。痛い。かわいいんだけど。視聴率上がるよ。骨を親指で押します。やべえ、アイナの時足臭くないかな。絶対臭い。反対側いきます。気持ちいい。したら伸ばして担ぎます。それでさっきと同じように親指で押します。以上です。以上です。カメラに収まる。大丈夫だよ。え、これ恥ずかしいな。え、こうしたの。そう。でかいね。なんかでかく見えた。手が小さいから。でも、なんか可愛いんだけど。そう。爆笑。ちょっと勝っちゃう。上に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 。あ、全然、マジで。マジ？うん、マジで。乗ってもらう。重そう。重い。重い。重いだって。アクション。押します。なんかパンツみたいなの見えるんだけど。パンツ。わかる、見えた今。パンツ。感想は？気持ちいい。絶対ドアップにしてる。押して押して。大丈夫？いいよ。続いて。え？続いてどこだっけ？後ろ？うにょうにょ。気持ち悪い。次の動画は。マッサージ後半戦ね。ね。手のひらと足の裏です。見てね。かわいい。はい。見てね。せーの、というわけで、今週の。